たね。はい、本当はそこでコンビネーションなはずなんですけどね。はい、やはりトリプルルッツ単独で成功させました。非常にあの滑っている、要するにあのエレメンツの入ってないところの部分の表情なり、その体の使い方っていうのは非常にいいですよ。音楽に合わせた手の動きも素敵ですね。少しあのジャンプの確実性と、はい、そのジャンプの強さというんですか、ええ、その強弱、ジャンプの中でも強弱をつけていくと彼女はずっと伸びてくると思うんですよね、ええ、ジャンプのやはりミスがちょっと目立ちますね。そうですね、続いてしまいましたね。やはりあの本当にユキナちゃんのこのスケーティングと振りを持って女のジャンプを持ってくればすごいなと思うんだけれども。なるほど。スパイラルも素晴らしいですよね。はい、レイバックも素晴らしいですよね。そうですね、はい、もう日本人にしたら本当に素晴らしいスピンだと思います、はい、日本の15歳太田雪乃選手でした。まあ、チームリーダーの樋口さんと、それから、はい、あの高橋大輔君 の先生の姿見えましたね、はい、長光歌子先生が出て、太田ももうちょっと本当にジャンプの確実性を増すとやはり楽しみですね、先が。はい、必ずコーチ映し出されますね。そうですね、あの時にはコーチが本当に踊ってるっていうか、あのリンクサイドで見ているとなかなか楽しいものがありますね。いや、あのオリンピックの時も言われました、私たちも一緒になって降りてるんで、来年きっとあの浜田先生のお弟子さんであれば成長してくると思いますよ、ええ、でも初出場でしょ、はい、やはり3つのプログラムをこなすというのはもう大変体力のいることですし、精神的にもやはりかなりのプレッシャーだと思いますので。そうですよね、やはりあの初出場であればここの地位は、まあ、偉かったと、はい、
賛美を送ってもいいと思うんですね。本当にそれほどジャンプの得意な選手でないので、それをカバーしたプログラムとかスピンとかそういうところで補っているっていうのは、やっぱり一つの方法だと思いますから、プログラム自体見ていていいものでしたよね。はいはい、得点が出ました。テクニカルメリット、技術的評価です。下 4.6 ですが、一つ5点台があります。 5.3 をつけています。5点台もう一つありますね。 5.1 と 5.3、 そしてプレゼンテーションは 4.9、 一つありますが、他はすべて5点台、 5.4 まで出ています。そうですね、表現力で得点のもらえる選手ですね。そうですね、ですからジャンプさえ飛べれば、はい、そのセカンドマークを上げてもらえるということで、非常にあそこにの席にキスアンドクライに座った時には、ファーストマークから出た時に、あ、次は大丈夫っていうのがあるじゃないですか。で、ホンダも最近そうですし、スグリもそうなんですけど、ホンダの場合はファーストマーク上がった時にうっと思うけど、次どこまで下がるのっていうのはありますね。ですから女の場合はセカンドマークを上げなければいけないと。でもまあ課題ははっきりしてますから。そうですね、ですからもうあとどこをやったらいいのかっていうのははっきりしてますから、まあ、今のゆきなちゃんの場合もどこを強化したらいいかっていうのが明確に出てますので、まあ、来年また一つの課題で、そうですね、また頑張ってほしいですよね。はいはい、カナダのローレン・ウィルソンの演技が始まっています。14歳の選手、予選では A グループ第4位、ショートプログラムでは10位でした。現在総合で8位につけている選手です。このリンクはいろんな思い出というか、オリンピックのフィギュアのやったリンクですよね。そうですね、94年でしたね。はい、でトニー・ハーディングの事件もあった、そうでした、そのリンクですから、私はその時女子のジャッジをしています。そうなんですか。はい、じゃあ思い出いっぱいですね。そうですね、でもその時は全部満席でしたから、お客さん。今回お客さんちょっと寂しいです ね。本当にもっとお客さんが入ってるのかなという形で私も浜入りしたんですけども、やはりもっとジュニアを盛り上げていかなければ。ジュニアもやっぱりジュニアの面白さがあると思うんですね。本当に湖が見えて、そしてリンクがあってと、オスロまで電車も通ってるんですけども、その電車に乗ると雪の時にはもう幻想的ですよ。あ、そうなんですか。そうですね、針葉樹林というのが、そこに雪がかぶっていて、そしてこう汽車じゃなくて電車なんでしょうけれども、非常にこうなんていうか幻想的な雪の中を走って、とっても素敵ですね。でも本来この季節はそういう時期なんですけども、今ということですね。それが全く見られなくて暖かかった。あ、そうなんですか。夕方は凍ってましたけども、湖ももちろん夕方は凍ってますけど、ですからオーロラも見れるんですよ本当はね。今回はもうギリギリに行ってギリギリに帰ってきたので、オーロラは見ることができませんでしたけど、オリンピックの時も見ましたよ。あ、そうですか。はい、
カナダの14歳ローレン・ウィルソンでした。頑張りましたね。なんかジャンプ決まってますよね。はい。カナダのジュニアのチャンピオンです。終わって必ず水を飲んでますね、みんな。そうですね。別にただお水は常に選手たちというか、まあ、コーチが持ってますので、水分の補給が必要だとかそういうことではないんですか？いや、飲まない時もありますけど、喉が渇いてる人は飲みますその程度ですか？はい。やはりジャンプが決まっているので点が出てますよ ね、そうですね。ちょっと 5.5 っていうのはとっても出てると思うんですけど、4点台が3つ、他5点台 5.5 まで出ました。そしてプレゼンテーション4点台4つ、そして上 5.3 までになりました。プレゼンテーションが上がってる選手と上がってるジャージと上がってないジャージとありますね。そうですね、はい、5を引いたと思うんですよね。はい。最終グループ第一滑走はアメリカのビトリサ・リアンです。13歳の選手。予選では A グループ3位、ショートプログラムでは5位でした。現在総合で5位の選手です。ミスしましたね。はい。今のトリプルトートリプルトー で第二ジャンプの時に今手をついてしまったので、はい、やはり正確には認められませんよね。うん。ですけれども、ジュニアの選手たちというのは、まあ、体が軽いですから、はい、3-3というのも、 もう本当に上位の選手は練習の時にやってきてますからね。女子の場合ですと、そのジュニアの時代に飛べていたのにシニアになってから飛べなくなってしまう選手もいるんですよね。そうですね。まあ全部とは言いませんけれども、どのぐらい割合ですかね、まあ、3分の1は間違いなく体が大きくなりすぎちゃうということと、やはり胸もそうですね、はい、体型が女性らしくなって、大きくなって、まあ、女性としてはとってもいいんですけど、はい、スポーツマン、フィギュアスケーターとしてどうかなっていう風になってしまうと、やはりジャンプが飛べなくなってきてしまいますよね。それもやはり自分でコントロールしていかないと、やはり高校生か大学生ってぐっと太る時期ってあるじゃないですか。ありますね。
原のダイエットしすぎて筋力を落としてしまったらいけないので、その辺やはりトレーナーの人と相談しながら うまいダイエット、上手なダイエットをしなければならないと思うんですね。筋肉を落とさないで体重だけ落としていく、はい、30秒の演技が終了しました。アメリカの13歳ビトリサ・リアンでした。と安藤美希ちゃんも最年少組ですよね、はい、彼女も13歳14歳になったんです、はい、そうですね、12月に誕生日過ぎましたね。でこの選手が、3月の31日この大会の後に14歳になる選手ですね。ここでジュニアで戦っている選手たちはシニアにいても同じ人たちと戦いますからね。これからのずっとライバルになるんですよね。そうですね。アメリカでは一時期ナオミ・ナンという選手も、はい、まあ、韓国系の選手も出てましたけど、やはり、まあ、その体の調整というか、ダイエットを含めた調整があまりよくいかなかったんでしょう、まあ、もう名前が消えてしまいましたよね。また、まあ、復帰して出てくるかもしれませんけども、一時期だいぶアメリカでは注目された選手だったですけども、長野のグランプリにのジュニアにも出てきましたけどね。The marks for Beatrice de Allian, please. だから順調に育っていくっていうのは非常に難しいんですよね。そうですね。女子の場合も特に難しいですね。The marks for technical merit.テクニカルメリット、技術点が出ました。4.8、4点台はこの一つだけです。他は5点台、上 5.4 があります。プレゼンテーションは4点台が2つになりました。4.8 と 4.9 があります。他は5点台、上は 5.5 まで出ています。Thank you. やはり最終グループで滑るっていうことはやはりある意味ではプラス要素、はい、として考えていいと思うんですよね。得点の出方にやはり出てますよね。そうですね。カナダの選手です。16歳ジョアニー・ロシェです。この大会は2年連続2回目の出場。昨年は8位でした。今年は予選では B グループ第2位、ショートプログラムで8位、現在6位につけています。ジャンプに非常にスピード感ありますね。はい、
しいですね、はい、このフリープログラムでは割と今みたいなミスがいくつか何人かに見られてますよね、はい、氷が硬いんですかね。あ、なるほどね。その氷の状態というのも影響あるんでしょうね。外国は氷が割と柔らかいんですよ、日本の場合はアイスホッケーと一緒にまあ練習しますから氷が固めなんですね、それとお客様がたくさん入りますと氷が柔らかくなるんですよ。熱が、はい、みんなの気持ちの熱さが氷に伝わりますか。いや、ですからゆかりちゃん今回ラストグループで最後に滑る、そうですね、やはり2グループ滑る最後ですよね、ですからきちっと氷をキープしないと、かなり荒れてるわよという話がね、聞いてきましたけど、整氷に入ってから2グループ目の最後ですね。そうですね、ルッツが入ると入らないのでは点数が採点がの高得点 をもらうためにやはりルッツフリップは大事な要素ですので、カナダの16歳、ジョアニー・ロシェでした。ところどころでジャンプのミスは目立ちましたよね。はい。このループはすごいスピードがあって綺麗でしたね、はい、これがオープニングジャンプでした、はい、このフリップも綺麗ですよね。これが2回目のルップですね、1回目はミスしました。飛べると割と豪快なジャンプだと思うんですけど、そうですね、ミスするとやはりその分ちょっとイメージが、はい、大きいですね、ダメージが。ここのコンビネーション頑張りましたね。この選手はシニアと掛け持ちをしています。昨年のジュニアのチャンピオン、今シーズンはシニアのカナダの国内選手権に出場して第3位でした。四大陸選手権にも出場してそこでは9位という成績でした。4分滑ったり3分半滑ったりですね。そうですね、ですから選手はちょっとかわいそうですよね、ジュニアとシニアとやるのは。でも3分半の方が辛いみたいですよ。
あ、4分ですとインターバルがちょっと置けるので、その分は楽みたいですけど。なるほどね、いくつく暇なしっていう感じなんですかね。テクニカルメリットの得点 4.9 から上 5.3 でした。大体揃った得点。そしてセカンドマーク 4.7 と 4.9、 2つの4点台がありますが、他は5点台、上 5.4 まで出ています。でも随分あの割れてますよね。そうですね、あの、まあ、シニアと違うのでいろいろな見方があると思うんですね、はい、ですからスケーティングを見るジャッジだったり、まあ、ジャンプの種類だったり、はい、まあ、いろんな見方はあると思うんですけども、あとのミーティングは大変でしょう。なるほど。さあ、日本の安藤美希です。この大会初出場。14歳の選手です。予選では A グループ第1位、ショートプログラムでは4位でした。現在総合で第4位です。の間にちょっとあのまた背が伸びたなと 思いましたね、久しぶりに会って。あ、そうですか、はい、ここまではすごいでしょ。はい。いや、かなり行くんですけどもね。本当はサルコ、トリプルサルコなんですけど。そうですね、やっぱり気持ちが先に行ってしまっているのかしらね。ああ、そうですか。そうですね、中野ゆかりがやっぱりそうなんですよ。だからやる前に最終グループですけど、気持ちを体の中できちっと入れて先に行かないように。なるほどね、気持ちはもちろん前向きでいいんだけれども、行き過ぎないようにということですね。はい、あの安藤美希の場合はですね、はい、トリプルループ3回続けてポンポンポンとやってしまうぐらい、あのエキシビションなんかに一つも練習しないで、そのぐらいの能力ありますから、ただやはりそのチャンピオンシップとなると、やはり一つ硬くなるところはありますね、きっと。なるほどね。ジュニアグランプリのファイナルでも優勝しました。ミスの少ない選手ですよね。そうですね、ですからもうちょっとプログラムに工夫を凝らして、やはりあの、ま、ジャンプ、自分の持ち味のジャンプも活かしながらプログラム構成を作るといいと思うんですね。今のループもなかなか立派なトリプルループでしょ。はい、ですから綺麗ですよね。はい、本当にいい素材ですね。着地の仕方が本当に上手ですよね。はい、日本の14歳安藤美希選手でした。
安藤 の、 あの美希さんのお母さんも一緒にあのついてきてたんですけども、はい、あの安藤美希ちゃんのお父様、あの美希ちゃんが小さい時に交通事故で亡くしたんですよね、はい、で私もここに行くまではその話を聞いてなくて、でちょうど女子が3人出たもんですから、お部屋が2人1人になって、美希ちゃん1人で寝たことがなくて、お父様が亡くなって以来ママと一緒にずっと寝てたんです。それでやっぱり寂しくて一睡もなんかできなかったらしいんですよ、でそのやっぱりお父様がいなくなったその寂しさを寂しさじゃなくするためにこのスケートを始めたんですって、でおばあちゃまとか おじいちゃまが応援してくれて、そしてこんな晴れ舞台に出たわけですから、やっぱりあのお母様も感激はひとしおだと思うんですけど、そうですね、ですから気にしないで当分ママがね、あの夜は一緒に、あの泊まってあげてくださいって、そう言ったんですけど、これからも海外の大会が続くと思いますけど、彼女が一人で独り立ちするまで、一緒にいてあげてっていう話をねしたんですけど、いやまさかそんな過去があったっていうのは私も知らなかったんですけども、そうだったんですか。そうなんですね。だから明るくなるようにってスケートをやったんですって、そうなんですか、はい、でその事故がある日に、お父様が美希ちゃんの頭を撫でて行ってくるからねって言って、それが最後だった。そうなんですか。で私はそれをなんで 今まで黙ってたのって向こうで、言ったんですけど、ですからやっぱりそういう思いがシニアまできちっとつなぐようにしてほしいなと思うのと、早くそういうものを忘れて元気で、だからお母様とも、まあ、おばあちゃまともじいちゃまもみんなが応援してくれて、いい子に、そしていいスケーターに育ってほしいなってその時思ったんですよね。そしてもうもはやあの日本国内にも随分ファンもね、そうそういますし ね、だから、まあ、名古屋ではもうそういうことが分かってたらしいんですけど、いや教科部長の私が知らなかったんで。そうだったんですか。そうなんですよね、でも本当にこれから期待できる選手、そうですね、頑張ってほしいですね。本当に期待できますね、はい、アメリカの選手です。16歳アン・パトリス・マクドーノフ。予選は B グループ第1位、ショートプログラムでも1位、現在トップの選手です。このシチュエーションはあの高橋大輔と一緒ですから、1-1できてますから、はい、彼女が2番になっても優勝なんですよね。そうなんですね、ですから余裕を持ってやれますよね。なるほどね。昨年この大会ですでに銀メダルを獲得しています。今年欲しいのは金メダルです。ちょっとタッチ気味ですよね。耳でしたね、いやでもそれでも折りますでしょ、はい、そこがアメリカの選手の強いところ。はい、決してジャンプは高くはないんですけどね。ないですよね。今のもダブルになってしまって、はい、やはりそういうポンポンと抜けたところがあるんですけれども、この全体見るとスピンとか他のところがやはり良いところが多いので、 そのジャンプのミスをカバーしてしまう、今のもタッチ気味というか、ただジャッジはそのなんていうんですか、勢いってあるじゃないですか、はい、3分半滑ってる時の、そのインプレッションというか受ける、それでやはり点数つけてきますからね。今のもダメですよね。それか これがどういうふうに反映するのかなって思ってるんですけど、はい、さほど反映しないような気がするんですよね。
今の左軸がまっすぐじゃないですよね。はい。滑っててですね、ジャッジ側が表舞台になってますから、はい、ですからジャッジ側から見て要するにプログラム構成がうまくできていると非常にこう、ジャッジの受けはいいですね。そうですね、はい、こういうテレビですとカメラがずっと追いかけていきますから、そうなんですよね、実際にその氷の上のどこで滑っているかということは分かりにくいですけれども、会場で見ていますと違いますからね。完璧な意味ではありませんでした。そうですね、2つジャンプでミスしてますし、はい、ただ自分は2番でも優勝できるっていうそういうこう安心感というか、余裕は彼女にありますから、それが演技にも出てますよね。なるほどね、切羽詰まってないとないですね、降りてるようでって降りてるんですね。そうなんですね、でさっきもバレエジャンプして、はい、ジャンプシークエンスで飛んでますよね、ああいうところが非常にうまいですよね。なるほど、スパイラルからジャンプシークエンスでバレエジャンプやってジャンプシークエンス、今のもやっぱついてないですね。去年までは結構 トタッチが多かったと思うんですけど、ここでこういうのが得点につながる部分ってありますね。なるほどね、やはりプログラム構成。そうですね、ただとっても感激するようなプログラムではないと思うんですけど、ただ私今回こう縦位置で見てたんですよ、はい、ジャッジ席の方から見てなかったので、ただ去年と同じプログラムですから。当然余裕の点数が出るじゃない。得点出ました。テクニカルメリット 5.2 から上 5.6 です。もう 5.6 の人はもう優勝させるつもりです。なるほど。そしてプレゼンテーション、こちらは上がります。5.7 まで上がってます。そうですね、下が 5.5、 上 5.7、 ほとんどのジャッジは 5.6 をつけました。9番ジャッジが5556で2番。そうですね、ここまででトップに立ったアメリカのアン・パトリス・マクドーノフでした。代わってオーストラリアの選手です。ステファニー・ザン16歳、中国生まれの選手です。予選で B グループ第4位、ショートプログラムでは2位でした。現在総合で3位です。最終グループでの滑走は初めて。ショートプログラムはノーミスでした。ジャンプがどのくらい成功するかですよね。そうですね、彼女の場合はジャンプが得意な選手なので、やはりもしジャンプにミスがあるとやはり下がってきますよね、はい、当然セカンドマーク上がる選手ではないですから、今のは多分2フットランタッチしてると思うんですよ。そうですね、
で彼女もいい時はいいんですけれども、あのミスをし始めると割と続く時があるんですね。ありますね。今のは綺麗なジャンプでした、メダルがかかってますからね、はい、やはり緊張はしてると思います。そうですね、もしメダルが取れれば多分オーストラリアで初めてじゃないですか。そうですね、おそらくこの時点で安藤が一つ上がるでしょう。はい、ですから最終グループで滑る人たちは本当にミスしてはいけない。そうですね、ミスが続いてしまってますね。彼女いいものを持ってるんですけど、ミスし始めるとこういう風になってくるんですね。そうですね、はい、もったいないですね。そうですね。オーストラリアの16歳ステファニー・ザンでした。やはりメダルのプレッシャーがあったんでしょうかね。そうですね、あの人の国のことは言えないんですけども、やはり私もあのもうトリノがやっぱりそうですか。もうトリノが、はい、4年後ですね、向かって始まってるというか、当然このジュニアの選手たちが絡んでくるでしょうか。そうですよね、はい、得点が出ました。テクニカルメリット 4.8 から 5.1 です。そしてセカンドマークプレゼンテーション 4.6 から上が 5.2 です。順位を下げてしまいました。やはりあの転倒が大きな転倒ですから非常に得点に響きますね。そうでしたね。さあ最終滑走者は日本の選手です。日本の16歳中野ゆかり選手、この大会は3年連続3回目の出場、昨年は4位という成績でした。今もあの樋口チームリーダーが一生懸命日本の旗を割ってでしたね。言ってますね、中野選手この大会では予選が A グループ第2位、ショートプログラムでは3位でした。現在総合で2位につけています。最初のルッツ失敗しないでいけば綺麗に入りました、はい、本当にあの
頭が先に行っちゃうというか気が先に立っちゃうんですよ彼女の場合は。ですからそれが一番心配で、スピードも出てますしよく乗ってますね。はい、今まあなんとかごまかしてるでしょうか。はい、昨年はこのフリーで悔しい思いをしました。ループがありましたね。日本の選手たちはほとんど練習の時ももうミスそんなしませんからね。そうなんでしょうね、はい、入りました。笑顔で終わることができました。日本の中野ゆかり16歳でした。非常にいい演技でしたし、はい、スピードを最後まで落とさず、やったということはやはり素晴らしいなと。そうでしたね、本当にゆかりちゃんは時々もう頭から突っ込んでしまうのでもう山田先生ともその前にとにかく突っ込まないように、気持ちを体の中に入れてと先に出ないように、でも頑張り屋さんなんですね。おい、もう山田グループっていうか山田ファミリーは、とってもみんな頑張り屋さんですよ。あ、そうですか。本当に号令一家で動くなるほど、わかりますね。のぼう先生のところは多少のぼう先生が優しいので、あ、佐藤先生のところはありますけども、もう先生が絶対ですからねここのグループは。ゆかりちゃんもここで最終グループの最終滑走でここまでできたっていうのはやはり満足じゃないですかね。先生も満足だと思いますよ。はい、
昨年もメダルに近づいてたのに。そうですね、あの時もね、気持ちが先行って頭から突っ込んでミスしたんですね、ですから今回はもうそれをちょっと注意はしたんですけども、先生も分かってるとか言って心配だったんじゃないかと思って、でも今日の出来はとっても良かったですね、良かったと思いますし、当然メダルは手に入ると思いますよ。はい、何かがお疲れ様でしたと声をかけてますけどね。いや、山田先生がきっと嬉しかったと思う。はい、中野ゆかりちゃんがなかなかその世界ジュニアで手が届かない、得点が出ました。テクニカルメリット 5.2 から 5.6 です。この高にあのお父様もお母様も来てらして、ですから本当に良かったんじゃないですか。そうですか。そしてプレゼンテーション、 5.2 から 5.5、 そして右上にランキング2位ですね。はい、いや本当にあの中野ゆかりちゃんはもう銀メダル、はい、もう本当に自分自身も嬉しいし、先生もとってもそうです、ね、今までやってきてよかったなって思ったと思うんですよ、ずっと期待されてきた選手ですからね、やっと嬉しい涙流せましたね。そうですね、本当に嬉しかったと思います、今までずっとあの世界ジュニアに出てきても、グランプリシリーズで取れてても、なかなかジュニアでメダルが取れなかった、でやっとここで取れたので非常に嬉しかったと思いますよ、はい、最終結果が出ています。優勝したのはアメリカの選手アン・パトリス・マクドーノフでした。日本の中野ゆかり選手が第2位、安藤美希選手は第3位でした。そして太田幸那選手は第9位という成績でした。そうですね、あの3人出て、